アネシュカ・プシェミス・ロブナは、ボヘミア王権ポーランド王バーツラフ二世の末娘。母は、その二番目の妻で、ポーランド王プシェミス二世の娘であるリクサ、エルジュビエタ。なお、バーツラフ二世が、最初の妻グタとの間に儲けた長女も、同盟のアネシュカであるが、本記事の人物のイボ姉にあたる、この王女は、バーツラフの再婚以前に創生している。プシミスル家には他にも、 バーツラフ二世の王叔にあたる聖ュカ、バーツラフ二世の叔母本記事の人物の叔にあたる、バーツラフ二世の姉など、アネシュカという名の王女が何人か存在する。アネシュカが生まれて間もなく、父が急死し、1三百六年には、イボアにバーツラフ三世もロモーツで暗殺されたため、プシセミスル朝の王党は耐えた。アネシュカの母リクサエルジュビエータは、ローマ王アルブレヒト一世の長男レドルフと、 再婚した。ルドルフは、チェコ人貴族の一派に押されて、ボヘミア王に即位し、リクサ・エルジュビエタは、王妃の地位を保った。しかしそれも、わずかの間のことで、1307年7月に、ルドルフは反乱した貴族バボル三世ゼ、ストラコニツが立てこもる城塞を保囲している最中に、赤里にかかって病死した。リクサ・エルジュビエタは娘を、ヤボルコヘンリク一世に嫁がせた。 結婚式は1319年に執り行われたが、新郎新婦が当園の関係にあるため、婚姻には教皇の認可が必要とされた。認可は1325年に下りている。アネシュカの義兄であるボヘミア王ヨハンは彼女の結婚には反対していた。ヘンリクがアネシュカの異母、アネマルケイカと結婚していたいとこのレグニザ公、皇、ボレスワフ三世と同様、 自身のボヘミア王位を脅かすライバルになるのを恐れたからである。実際、結婚後すぐに、ヘンリク一世はシュートメリクサエルジュビエタの同意のもと、彼女の家不良を、フラデツクラーロベーを占拠して、ヨハンに対する反乱軍を支援するための遠征を、画策している。アネシュカは一度妊娠したことがあったが、第一トリメスターの時期に落馬事故を起こして流産した。この事故の後、 姉鹿は何ヶ月もの間床に伏せることになった。姉鹿は1337年に死去した。ありがとうございます。